フリードリヒ2世は、ブランデンブルクアンスバッハ編脅迫、ブランデンブルククルムバッハ編脅迫、フリードリヒ老白と呼ばれ、また、フリードリヒ5世とする文献もある。ブランデンブルク戦定校、アルブレヒト・アヒレスと5歳のザクセン選定校、フリードリヒ2世の娘アンナとの間の一番上の息子で、成人したアルブレヒト・アヒレスの息子の中では2番目に、年長となる人物。 ヨハンツイーゼロの弟、ジークムントの2 1486年に、ブランデンブルクアンスバッハ編教博となり、1495年に、弟のジークムントの死を受けて、ブランデンブルククルムバッハ編教博を兼ねた。しかし、その浪費癖から1515 15年に、長男のカジミールによって退位させられ、13年間に、渡りクルムバッハのプラスセンブルクに遊兵された。 1527年のカジミールの死により解放され、1536年に没した。1497年からゲッツ・フォン・ベルリヒンゲンが騎士修行のために仕えていた。ゲッツは1500年にアンス・バッハから去った後、ランツ・フーと継承戦争で右腕を失い、義手をつけて鉄腕ゲッツとして名を馳せていく。1479年2月14日に、 フランクフルトアンデアオーダーで、ポーランド王カジミエシュ4世の娘ゾフィアと結婚した。彼らの子供は以下の通り、ありがとうございます。